結構研究室経由で来る仕事先のところに説明会に行ってみたいなのが多いと思います。なんかそれはこうあぶれたりしないもんなんですか？あぶれたりします。おう、まあ、指定校推薦みたいな感じになるんですね。あ、そうですそうです。あ、理系の道は将来的には指定校推薦にたどり着けると。武田塾チャンネル。いや、みんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね、悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね、受験生の悩みとかね、答えるこの番組は受験相談 SOS。 石丸先生、はい、今回の質問なんですが、はい、理系って文系と比べて就職いいんですか？いや、いいと思います。ああ、いいんだ。なんかどう決まるんですか？なんかあの院の話した時にやっぱその院試うまくいかないと結構その就職決まりにくいみたいな話あったじゃないですか、うんうんうん、普通理系の人たちってやっぱこの、あの院からの推薦とかがあったりするんですか？その推薦の。そうですね、普通は結構研究室経由で来る仕事先のところに説明会に行ってみたいなのが多いと思います。なんかそれはこうあぶれたりしないもんなんですか？あぶれたりします。おう、何割ぐらいいけるものなんですか、体感？でも、6、7割ぐらいはいけると思います、うん、残りの3割はどうなるんですか？他の会社をまた紹介してもらってみたいな。あ、でも紹介がなくなるわけではないんですね。そうですね、なるほどなるほど、じゃあその一から自分で就活してこいみたいになる人ってのはあんまりいないもんなんですか？あんまりいなかったですね、そうなるのはちょっと大学の出席率がみたいな。そうです、うん、感じになるのか。じゃあちゃんと4年生及び、まあ、院の西村先生は修士卒ですよね。そうです、修士まで行ってれば基本紹介してもらえる。そうですね、紹介してもらえる、ちなみにでも院に行かないつもりで4年生に止めた時でも紹介してもらえるんですか？あと学校経由で結構説明会があったりします。なのでそれに参加してる方も結構いましたね。あ、なるほど、でもそれはやっぱ院に進んだ時と比べると結構量は減っちゃうもんなんですか？そうですね、すごい少ないと思います。なるほどなるほど、いや、やっぱりそうなると、まあ、指定校推薦みたいな感じになるんですね。あ、そうですそうです。あ、理系の道は将来的には指定校推薦にたどり着けると。だからそういう意味で言うと選択肢っていう意味では減るかもしれないけど、就職に困ることは結構少なくなると。ないと思います。なるほど、分かりました。なので、まあ、就職ちゃんと進めば、真面目に大学通ってれば困らないよと。なかなか、そうです、はい、ということらしいです。分かりました、ありがとうございます。今回は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。